おはようございます。 LGBTQ の Q クイアの写真伝道師小川誠ことまこねです。違う、まこねこと小川誠です。昨日から本格的に、昨日の分からね、本格的にスプーンにアップし始めました。で、ほんともう技術的にもうほんと行き当たりばったりみたいな、ポッドキャストなんですが、ハートマークくれた皆様、ありがとうございます。しかも、誰も見やしないんじゃないかと思ってたのに、5人ぐらいの方がね、ご覧になっていただいてて、いやー、まあ、最初聞いてすぐいなくなっちゃうかもしれないけどね。いや、ほんと、そんなのは関係なく、もうね、視聴数いくつって出てるだけで、ほんともう、涙が出そうなほど嬉しい。で、今日からですね、お話しする前に、スプーンの、タイトル画面用の、まあ、サムネだよね。サムネを作りました。で、そんな関係で、だいたい今日はどんな話しようかなっていうのはもう決まってます。偉いでしょう。これ何日続くんだろう。続けるよ、ずっと。そんなわけで今日は、私を支える3つの夢のお話。夢の話っていうか、夢もやりたいこともね、いっぱいあるんだけど、私の夢の中には3つの柱があって、もう3つの柱についてお話していきたいと思います。その前に、昨日はね、いい話だったんだよね、昨日本当に。聞いてたのを私だけっていうのは本当悲しかったね。もう、職場に着いて、もう時間だと思って慌てて切ってそのまま保存しなかったと。ちょっとね、私のさ、パソコンに使ってるアプリとかは自動保存とかが多いから、他のアプリとかもね、今自動保存多いから、保存なんてボタンがあったっけって感じで、後から見直したら、ありましたみたいな感じで、はい。昨日は残念な話になってしまいましたが、スポーンに乗ってるやつも、他の、なんだっけ、他のやつに乗ってるやつも、しっかり、その後ね、帰りに歩きながら、録音したやつを、収録したやつを乗っけてますので、そちらはお聞きください。ただね、風が強くて、ぐおーって、すごく聞きづらいと思います。そこではもう修行だと思って頑張ってください。では早速、3本の柱、夢の柱について、夢柱ってタイトルをつけたんだけども、別に夢柱は多分私のキャッパー造語で検索しても出てこないと思います。さあ、まず一つ目はですね、私の夢というか目標というか、小さい頃から決めてたみたいな感じなんだけど、私のセクシャルマイノリティに関することですね。一つ目はセクシャルマイノリティに関すること。今はね、LGBTQ の Q だよっていうふうに話してます。で、まあ、LGBTQ の Q って割合と広い意味があるのよ。そう、どんな内容かというと、セックスのさ、相性みたいなのも、相性とかを指す意味合いで、性、例えば LGBTQ みたいな言葉でも、性を表すこともあれば、ね、自分の身体的な性を表すこともあるし、自分の認識してる性のことを表すこともあるし、そう。で、見た目はどうなのかみたいな。見た目はあなたはどっち側なのみたいな、そういう性を表す言葉もあるんだけど、それ全部合わせて曖昧だよっていうのが、LGBTQ の Q って言っちゃってもいいと思う。厳密にはちょっと違うんだけど、うん。自分の性を決めてない人みたいな、いうふうな認識の方が、もしかしたら、一般的かもしれないけど、ぶっちゃけ全てが曖昧な人でもいいんじゃないかなと思ってます。で、私自身は、
どっちかというと、男性と女性、両極端に分けるんだったら、女の子より、女の子より。でも、私のね、知り合いにも、もうほんとさ、ガチの性同一性障害の女の子で、で、ほんともう、ほんとさ、そこら辺にいる女の子より超女の子みたいな人いるの。いるんだけど、そこまで極端じゃない、私はね。だから、男性的な部分もあるし、女性的な部分もあるし、どっちかと言ったら女性的だけども、ほら、女性の中でも、すごい男性的な人っているじゃない。まあ、あんな感じかな。あれよりはもうちょっと女性っぽいかもしれない。そう。うん。それが私の LGBTQ の Q なんだけど、それでもね、やっぱね、小さい頃から、体に対するコンプレックスっていっぱいあって、そう、今ダイエットしてるのも、16時間断食やってるのも、結局この一つ目の目標である、セクシャルマイノリティに関する話なんだよね。そう、どういうことかというと、16時間断食あって、体脂肪率を 17% まで落としたら、たまたま取っちゃうって。取っちゃった上で、脱毛するんだっていうのを決めてるわけだし、それから先、私はその中のさらに目標として、もっと女性らしく行きたいなって思ってる。さらにその先にもう一つ大目標としてあるのは、私はね、メイクとか、コスメのね、専門学校に入って勉強したい。うん、専門的なことを。もちろんね、もうそれ、私さ、今48だから、実現するのがいくつになるかわからないけど、そもそも入学させてくれるかどうかわかんないけど、まあお金払えばね、専門学校入れてくれるでしょ。大学も大丈夫だろうしね。小学校に入れてったら無理かもしんないけど。うん。まあそれで、私のセクシャルマイノリティの先の先の先には、コスメの学校に行ってしっかり勉強したいっていうのと、その後、なんだろう。性で悩んでて自分の力を発揮できない人たちの支えになるような、何か、コンテンツを発信するような仕事がしたいなと思ってる。うん。それが一つ目。で、二つ目は、私はね、このね、内容を考えてるときは、写真って思ってたの。うん。写真と伝道師だからね。まあ最初から写真道伝道師の方が分かりやすいと思うんだけど、なぜか、スプーンのさ、タイトルの、プロフィールのタイトルのところは、写真道師にしちゃったけどね。なんか威厳がありそうな気がして。今考えれば、伝道師の方が分かりやすかったかなと思うけど、伝道師伝えるんじゃなくて、どっちかというと、自分で写真の道を極めるっていう方なのよ。だから、写真同士の方が、まあ、私っぽいなと思ってつけたの。で、まあ話は戻って、写真ってしようと思ったんだけど、でもね、ちょっと待てよと。そう、写真ってなんだって考えたのよ。考えた。お風呂入りながら。足もみもみして、そう、足もみもみしながら、半身浴して、デトックスをしながら、考えてた。でね、わかったのよ。そう、私が一番好きなことって何かって。そう、私が好きなのはね、情報発信することなの。つまり、コンテンツの作成だよ。そういえばさ、パソコン初めて買ったとき、何のために買ったかっていうと、私が買ったのはね、Windows 98が出たばっかの頃だったから、まあ、何年ぐらいになるんだっけ ?2000 年前後ぐらいだと思うんだよ。うん。で、その時に何で買ったかというと、ホームページで、まあウェブでね、自分の写真を発表したいから買ったわけ。
で、その当時は HTML の本ってあっても分厚くてさ、ほんと字ばっかでさ。で、もちろんホームページ作るさ、ソフトもあったんだけど、大半はテキストエディターみたいな、ほんと HTML を打ってきますみたいなやつで、今みたいにさ、今はもっと違うかもしれない。ワードみたいにさ、ポッポッポって入れていって、貼り付ければいいだけとか、ポッポッポって、入れていって、HTML で形式で、保存すれば大丈夫みたいなのはなくて、そもそもスタイルシートっていうのも、概念はあったけど、今みたいな形は全然なかった。うん。JavaScript はなんかあった気はするんだよね。あんまりはっきり覚えてないけど。まあ、それで、私はね、フロントページっていうマイクロソフトが作ったんだろう。確かね、ホームページ制作ソフトでやり始めたんだけど、そもそもね、あの当時、ウェブの概念が知らないと、作ることはできてもアップもできなかったしさ、アップしてもどうして、ちょっとなんかあるともうパニック。だから、いろんな当時ね、ホームページ、無料ホームページサービスみたいなのあって、今もあるかな。そう、有名なところだと、ジオシティとか。当時まだジオシティがヤフーに買収されなくて、ジオシティはジオシティっていうサービスがあったんだよね。あと、クールとかね。その中で、今の SNS に最も近いサービスとして、ガイアクスっていうコミュニティサイト、メディアを、持てる、インターネットサービスがあったの。ガイアクスはね、本当、私が思うには、ものすごく先進的で、今の SNS のもう原型だと思うんだけど、一瞬すっごい流行ったの。1年半か2年ぐらい。でも、もう突然なくなっていって、まあ、本当、今もあればなって思うほど、残念なね、サービスなんだけど、もっとね、知名度があってもいいんじゃないかっていうぐらい、いろんな人に影響を与えたサービスだと思うね。そう。で、まあ、その頃から私はね、パソコン買ってすぐ、ホームページの付け方をさ、まあ、分厚い本読みながらさ、コツコツ覚えたよ。HTML 覚えたよ。だから今でも、そう、ウェブをいじってて、HTML をそんなに、ね、苦労せずにパパって書けたりできるのは、まあ、その頃のおかげだよね。で、まあ、積極的にさ、プログラムの勉強しなくても、ワードプレスとかさ、今いろんなさ、ツールあるけど、それ、大体中のプログラムがどうなってるかってなってみると、まあ、大体わかるのは、まあ、その頃の基礎勉強のおかげだと思うの。まあ、でね、その、ホームページの作り方が大体分かってきた頃に、私はね、HTML 形式、要は、今だったら、HTML 形式っていうメールの形式と普通のメールはもうごっちゃになってるから、なんともいないけど、今でもさ、メールでさ、絵とか写真とかさ、動画とかいっぱい入ってるやつあるじゃん。普通の文章だけじゃなくて、あれを HTML 形式って言うんだけど、HTML 形式のメールマガジンを発行してたの。それは毎日撮った写真の中から、まあ1週間寝かして9枚の写真を選んで、グリッド上に9枚並べて1セット、それプラス文章を添えるってやつを、有名なマグマグと、まあ、その頃もね、メールマガジンスタンドいっぱいあったんだけど、まあ発信できるのは全部発信したね。そう。で、それを発信し続けてた。一年ぐらいね。ただね、私もね、ネットリテラシーにまだ疎かった頃でさ、友達のね、ことに、友達にね、ケチつけられたのかね、私がなんかやらかしたか覚えてないけど、圧力を生んじゃって、それで結局、まあ、私が病んじゃって、やめちゃったの。で、そのパソコンもね、その友達はさ、私より早くからパソコン使ってて、まあ、今で言えばハッカー
あのまま本気でハッカー目指してれば、まあ今はハッカーだと思うけど、今はね、まともなお仕事されてる方なので、はい。なんだけど、まあ、自分のパソコンにたくさんのいろんなウイルスを買ってたわけですよ。の彼に、ネットから侵入されて、パソコンのデータ全部壊されて、パソコン再起できないようにされちゃったのよ。まあそんなこともあってね、また何ヶ月かパソコンから離れるなんてことがあったの。で、その頃を思い出して考えると、私は情報発信がやっぱ好きなのよ。コンテンツの配信が好きなのよ。で、もっと昔から考えると、そういえば、小学校1年生、2年生の時ね、壁紙新聞ってあったじゃん。小学校の頃。私、壁紙新聞部みたいな感じで、新聞作ってた。壁紙新聞じゃなくて、私はね、開いてみるような新聞を作って、学校に、飾ってあった。そういえば、インディ・ジョーンズじゃなくて、グーニーズの小説じゃなくて、映画に触発されて、国語のさ、ノートに小説を書いたりも書いて、お母さんに見せたりして、喜んでたりした。そう。そういえばね、ドラクエの小説も書いたことがあった気がする。そう。だからさ、結局、コンテンツの配信が好きなんだよ。そのくせさ、何度も言ってるかもしれないけど、人様からのね、文章で届く、連絡とかが本当に苦手。紙にしても、紙にしても、メールにしても、LINE にしても、メッセンジャーにしても、とにかくね、人様とね、文章のやり取りするのが苦手。一対一で向かい合ってればさ、その人との温度感とか質感とかさ、会話の口調とかで、うまくコミュニケーション取れるんだよ。でも、文章だとそういう熱量が全然感じなくて、ダメなのね。そう、だから、まあ、コメント、送ってもらっても、もちろん、可能な限り読むと思う、読むよ。可能な限り読むようにするんだけど、返信は期待しないで。ね。ごめんなさいね。それで、それを考えていくと、私はコンテンツの配信が、やっぱり好きなわけ。で、まあ、写真に関してもさ、電子書籍で写真集を何冊か出してるし、もう文章だけの写真、本も写真の本も出してる。今までね、発行してる。写真展もやって、もう10年ぐらいやってたけど、やってたし、そう、いろんな SNS でやっぱり発信するのが好きなの。だからさ、やっぱね、私はね、コンテンツの発信っていうのは大きな夢の柱の一つなんだなと、今ね、てか今日自覚した。今日自覚した。じゃあ、それがどういう夢につながっていくかっていうことなんだけど、やっぱり私はね、写真なんだよ。最終的な。もちろんさ、ポッドキャストも面白い。ものすごい面白い。YouTube も面白い。うん。で、私は正直、ライブ発信は苦手。わかるでしょ？さっき言ったから。そう、ライブ発信のコメントとかさ、リアルタイムでどんどん届くじゃん。あれ、裁くことができないの。もう怖くて。だから、私はライブ発信苦手。だから、ポッドキャストが、音声発信だったらポッドキャストで行きたいし、インターネットラジオは無理。ライブ発信も無理。うん。そう。ね。まあ、それ、まあ、YouTube も、やっぱ征服していくような面白さがあるのね。私がさ、初めて YouTube 触った時なんてさ、今の機能の10分の1ぐらいしかなかったと思うの。で、それから時間が経つことにたまに触ってると、どんどん機能増えていって、今またね、結構頻繁に新しい機能ついたりするよね。それをさ、研究しながら征服していくような感じは、
私ね、男性的な部分が燃えるのよ。だからね、私 YouTube はね、アクセス数がまあ伸びなくても、これからもずっと続けていきたいなと思ってる。もちろんアクセス数が伸びてさ、収益とバーンって入ってくればさ、一番目の柱の夢もポンってかなと思うんだけど、収益、なんだろう、見る側が私に合わせてって感じ。私に合わせてくれる見る側がいっぱい増えるための努力はするけど、見る側のための努力はあまりしないかもしれない。わがままだからさ、許して。ダメって言われてもそのままそれ以上対応がないんだけどさ。まあ、それで、その写真の夢なんだけど、私はね、高校卒業してさ、すぐに、写真学校に、専門学校通ったんだけど、実は、3年いて中退したのね。それが、すごく心残りで、そう、それが、もし今だったら、また違う、学生生活とその後の人生があったかなと思うぐらい、あの時の私は、また、本当対人関係のコミュニケーションも無理だ。今でいうコミュ障の極地みたいな。そんな感じだった。ちょうどね、阪神大震災があった頃だよ。だからね、私はその頃の後悔がすごく残ってて、いくつになってもいいから、もう一回学校に戻って、3年間だったら3年間勉強して、卒業したいなって思いがある。その上で、私は、自分の身につけた写真に対するアイデンティティを、人に伝えていく、コンテンツ以上に教えるって形で何かできればいいなと思ってる。うん。まあ、発信、それもさ、その写真に関係するし、コンテンツにも関係するんだけど、二つね、やってみたいプロジェクトがあって、一つは、インターネット上で、にある素晴らしい写真いっぱいあるんだけど、その素晴らしい写真を発信してるクリエイターの人たちを紹介する動画プロジェクトをやってみたい。うん。もう一つは、日本中もそうだけど、世界中で、やっぱね、身銭を切ってね、頑張ってる、写真展やったりとかね、発表活動してる、素晴らしいアーティストいっぱいいるのよ。そういう人たちの支援をするために、自分のっていうか、そういうなかなかね、結果に結びつかないけど、頑張ってる人たちのためにフォローできるような NFT の、そうだね、独自ギャラリーというか、インターネット上のギャラリー、を運営し、その収益を彼らのサポートに回したいなって思ってるの。そう。で、三つ目。だって言ったけど三つだったね。そう、もう一つは、その、実際に、水に切って表現活動をしてる人たちをご紹介するね、動画プロジェクトもやりたい。それが、私にとっての、やっぱ、二つ目の、柱の元なんだよね。先にあるもの。うん。そう。まあ、それをね、全部融合する中で、やっぱね、動画配信とかコンテンツの制作ってさ、時間もかかるし、人手もかかるわけよ。まあ、私一人でできるのも限界があるから。まあ、そこで、まあ、写真学校の学生とかに協力してもらって、動画、制作とか、コンテンツの制作とか、まあ写真だとね、まあ、私が行ってた学校はもうフィルムしか撮ってないと思うんだけど、やっぱ私もね、フィルムが一番いいの。写真撮って、デジタルじゃないフィルムの方がいいところっていっぱいある。そう。出来上がった写真がどうのこうのじゃなくて、やっぱ撮る側の姿勢として、写真の方が、写真が学びやすいし、生きてくるっていうのが、まあ本当のところだけど、まあ、フィルム現像もね、お金と時間がかかるわけよ。まあ、そこで、フィルム現像、コンテンツの制作、なんかを受け負ってくれる、チームというか、ちっちゃい会社を立ち上げて、
そこを中心に私のコンテンツの作成をしていきたいなっていうのを思ってる。そう。まあそこではね、イメージが膨らんでて、そう、1年目は Mac のパソコンで、普通のね、Photoshop とか、Lightroom とか使って、作業してもらうと。2年目は Windows のパソコンを使って、マルチプラットフォームのソフトと、ウェブサービス中心に仕事をしてもらうと。で、3年目は Linux のパソコンを使って、マルチプラットフォームの、プログラムを使って仕事をしてもらうと。で、3年経ったら会社はもうおさらばしてねって。で、会社にいる間は、あなたっても独自の YouTube を週1回でいいから投稿しなさいと。まあ、そういうルールで。で、まあ、その頃私の YouTube がどうなってるかわかんないけど、まあ、それなりに収益が上がってて、登録者数もあれば、そこで宣伝できればね、各、チームのね、メンバーにね、メンバーの紹介もできるだろうし、コンテンツの紹介もできるだろうし、そう、お互いにいいんじゃないかなと思ってるのと、あと、まあ、Mac と Windows と Linux 全部さ、使った経験があるっていうのは、なかなか貴重だと思うの。うん。しかも、Adobe のね、ソフトも使える。で、マルチプラットフォームのソフトも使える。で、ウェブサービスも使いこなせる。っていうのは、やっぱね、貴重なね、IT 人材だと思うんだよね。そう。まあ、大きい会社でさ、何かするっていうのも、そんなに大きくない会社でも、これでそれだけのスキルを持ってる、全部マルチでできる人ってなかなかいないと思うから、まあ、そういうことができる、学べる会社兼チームを、まあ、学生、写真学校の学生と一緒に作りたいなと思ってるのよ。そう。まあ、学校の中でもね、サークル的なことをやってみたいと思うんだけど、例えば、日本国内、海外限らず、いろんな写真賞があるわけ。でも、写真賞を出す人ってさ、実は、思ったほど多くない。特に海外の写真賞ってなると、日本人はこれ英語が苦手だからさ、やっぱりね、ちょっと、臆しちゃうみたい。まあ、それで、いろんな映画、写真賞に出展するってことを目的としたサークルだとか、古典技法を再現することにこだわるサークルなんかも、まあ、やってみたいなと思うんだよね。まあ、それが、私の根幹にの、情報発信コンテンツの制作の先の先の先にある、私の夢だよね。そう。で、最後の3番目。で、最後の3番目の柱。これね、始めるまでは覚えてたんだけど、喋り始めたら、あれ、なんだったっけ？って今ちょっとど忘れしちゃったな。うん。ちょっと待ってね。話しながら考えるから。そう、なんだったっけ？大事なことを忘れてました。私の、そう、ミッションだと思ってます。使命ね。ミッションだと思ってます。で、まあ、この動画、このさ、ポッドキャストを見てる、聞いてる人の中には、ガチ、スピリチュアル系の方もいらっしゃると思うし、そう、UFO コンタクトに関わってる方もいらっしゃるかもしれない。うん。で、多次元の方と交信できる人や、そう、龍神の神様とお付き合いがある方なんかもいるかもしれない。いるかもしれないとかいない。私の周りには結構いるの。いっぱいいるの。うん。まあ、それで、そういう人たちが見てるかもしれない。だから、今から言うことが特別変なことでもないっていう確信を持って喋ってるのね。ただ、そういう世界を知らない人にとってみれば、何言ってんのこいつみたいな話だから、まあ、頭狂ってるな、こいつって思ってくれても構わない。でも、私の三つ目の柱は、私はね、このままなら、
私たちのこの人類はそんな長く持たないと思ってるよ。正直。みんながね、今の状態のままというか、みんなが死ぬとかそういうことじゃなくて、まあ、繁栄というか、まあ、今のこの状態が繁栄と言えるかどうかなんだけど、そんな長くない未来に、亡くなってしまうというか、跡形もないように消えていくんじゃないかなと思ってる。というのは、私はね、お金が中心の資本主義経済はもう限界に来てると思ってるのね。それこそさ、私も、ものすごい話題になってるチャット GPT さ、使うよ、正直。考え事とか悩み事とか、どうしたらいいかわかんないとか、調べ事とか、もちろんさ、コンテンツの制作の、ヒントとか、なんかも、聞くよ、正直。万能、ほんと、すごいなと思う。もっとね、いろんな器用な使い方の仕方も知ってるよ、私も。情報集めるから。でも、私はさ、自分から発信するものはなるべく、チャット GPT のお世話になりたくないわけ。アイデアの片隅をちょっと借りるぐらいな。ぐらいで。そう。まあ、その通りでさ、チャット GPT がさ、12月か11月に出たんだよね。そっからわずか数ヶ月で、もう、世の中変わったよね。変わった。考え方が変わった。確かに第四次、産業革命と言われても、そうだねって思えるぐらいの大変化だと思う。チャット GPT の存在は。でもさ、多分、もう1年、2年経たない間に、新たな第五次産業革命が来るぜ。来るよ。1年以内に来るんじゃないかな。それくらい、人類の変化は早い。で、時期に、もうほとんどの人がついていけてないかもしれないけど、時期に人間はついていけなくなる。で、よく言うシンギュラリティね。人工知能の能力が人間を超えると。まあ、ある意味でもう人工知能の能力の方が人間を得意を追い越してるけど、自分で自意識を持つ人工知能が出てくると。でも実際にあるのかもしれないよ。知らないだけで。でも、自意識がある人工知能ってどういうのかというとさ、私は多分こういうのをイメージする。今も今日も満月じゃないにしても月は出てるけど、今現状のロボットがさ、ね、アンドロイドがいたからって、ちょっと明るいなと思って空を見上げてさ、あ、月か、あ、月綺麗だなと思うかって言ったら思わないと思うの。そう。昼間さ、歩いてると、カラスがね、風に乗って遊んでるんだけど、カラスが風に乗って遊んでるのを持って、あ、カラスすごい気持ち良さそう、私もやってみたいなって、今のさ、人工知能を積んだアンドロイドが歩いてたとしても、思わないと思うの。でもさ、多分、昔はね、シンギュラリティはさ、2045年ぐらいだって言われたけど、そんなかからない。多分、2030年、もっと早くに、シンギュラリティが来るかもしれない。そうしたときに、人間はさ、やっぱり、生き方、考え方をガラッと変えないと、あかんよ。それこそさ、お金とか、お金に縛られて、生きてるような生き方、考え方だと、その先は多分、奪い合いしかないんだよ。奪い合いしかない。そう、それがさ、いいよ、経済の中でやってる分には、貧富の差がさ、ダダンって増えるだけで、確かに今ね、80億人ぐらい人口いるけど、多すぎるよ。ぶっちゃけ。そう。それこそガンダムの世界みたいにさ、宇宙移民できるような技術が発展するまでは、多分待てない。人口の爆発の方が。となれば、まあ、いずれ食料問題が起こり、今も起こってるし、食料不足の時代になり、で、お金がある国が勝ち、お金がない人が飢えると。で、飢えた人は戦って勝つ、取る。まあそういう、まあ今までさ、人類の歴史が繰り返してきたようなことが、
そう、もしかしたらそんなに遠い未来じゃない時に起こるかもしれない。まあそういう未来は私がね、そう、ただったらさ、ポッドキャスト配信じゃなくて収録しながら歩いてても考えつくぐらいの話よ。そう。そんなのね、人工知能がさ、知恵を持ったらすぐわかるような話。で、そうじゃないね。もう優秀な人なんか山ほどいるんだからさ、世界にさ。まあみんな知ってるんだよ。おそらくね。でもそういう時代にしないためには、そういうね、世界にしないためには何が必要かって、やっぱり人間の意識のチェンジだと思うんだよね。そう。私はね、私の人生を変えた一つの本があるの。それは、お金のいらない国っていう本でさ。その国を、その本には、全くお金の価値観が存在しない国の話なんだけど、それを読んだときに、私が求めてる世界はこれだと思ったね。うん。そう。でね、私の三つ目の柱は、まさに、お金のない国、新しい人間の生き方の価値観に変わる転換期に、どう自分のさ、発信力とか情報発信力を活かして、貢献できるかっていうのが、私の大きなミッションであり、夢だったりするわけよ。なんか今日も暑くなっちゃったね。まあそんなわけで今日はね、私の夢の柱を3つ、さらにその3つのさらに奥にある、小さい夢。まあどれも小さくないけど、夢もちょっとお話ししました。まとめると、1つ目は私のセクシャルマイノリティ、LGBTQ の Q。それに関する自分がどういう生き方をしていきたいかっていう夢。で、二つ目は、情報発信というコンテンツの制作に携わって、それが大好きすぎる私が、どういうコンテンツの配信をこれから先望んでるかっていう夢の話。で、三つ目は、人類がもしかして、そんなに遠くない未来に消えてしまうかもしれない今の時代の中で、自分の情報発信力、考え方をどう活かして、それを回避していくことができるかっていう夢。その三つが私の夢の三本柱です。まあ、そんなわけで、時間見てないけど、いつもの出勤場所に来ました。そう。まあ、よろっといい時間なんだな。うん。なので、今日は発信これで終わりにしますが、また皆さん、ぜひ、ご視聴ください。で、今週は、今日が最後です。次の発信は、日曜日の朝5時頃となってます。5時頃っていうのは、私4時半から、あ、5時頃じゃない、6時だ、6時。ん ?6 時頃だな。5時半から仕事で、5時半ぐらいまで発信じゃなくて収録できるんだけど、まあ、その後、6時までにちょっとトイレでこもりながらちょっとってね、発信手続きできるっていうのが、まあ、6時までに終わるだろうなっていうのが、まあ、そういうことで。なので、また、日曜日の朝、お会いしましょう。LGBTQ の Q のクヤ、マコネーがお届けしました。またね、また来週。今日は、保存ボタンを忘れずに押す。えい。38分喋ってるね。じゃあね、保存ボタンじゃなくてストップ。